しまいち、ここはどこだ、すごく疲れた地獄まです。はいはいはい、強い日差しから逃れてきた、しびれが取れて立ち上がれば、ちょっと遠い景色、簡単ではないけど、瓶の底の方に残った力で今すぐ抜け出して、君と笑いたい、まだ飛べるかな、物語の外へ、幕を越えて、あの小さい明かり、星になる少し前に、多分だから企業として入ってるから、うん、面白そうだよね、うん、大人は入れないからね、全然聞こえてへんなよ、止まるわ。尿管が入れるの、ごまに入れるから。えい、リサとあれの特徴は何だろう。惑わされてきた役者の優しさと、そうで汚れた小さな隙間を、今すぐ抜け出して、君と喋りたい、まだ間に合うはず、地平線を知りたくて海山登る答え見つけよう、なんとなくでは終われない星になる少し前に。